はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、坂本勇人選手はもうダメなのかっていうところでお話していきたいなっていうふうに思ってます。なぜこの話題についてお話しするかというとですね、まあ昨日ですね、坂本選手2軍から1軍に上がってきまして、即スタメンというところで、1軍の試合 DeNA 戦にね出場しておりました。ただしかしですね、まあその放牧という形でね2軍で、調整してきたんですけども、ちょっと昨日に関して言うとヒットが出なくてですね、ファンの方の中で、まあ、坂本はもうどうなんだと、もうちょっと厳しいんじゃないかっていう声があったりとかね、いろいろ僕の YouTube チャンネルのコメントもですね、たくさんの方の意見なんかがありましたんで、今日はちょっと、坂本勇人選手のこれからについて、僕の見解をお話していこうかなというふうに思ってます。まず結論なんですけども、僕は、坂本選手まだダメだと判断するのは早いんじゃないかなっていうふうに思ってます。大体試合数で言うとですね、10試合ぐらいは必要なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ大体10試合ですと、まあ1試合4打席と仮定しまして、まあその、まあ40打席、まあ40打席ないかな。まあ、坂本さんは6番とかに入ることがあると思うので、まあ30打席から40打席の間ぐらいだと思うんですけども、それぐらいのチャンスというのは与えるべきなんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、いろいろね、皆さんの中で、コメントある中でね、読ませていただいたんですけども、より、結構多くの意見があったのはですね、打てない坂本を出すせいで、まあ、キャッチャーを、キャッチャー岸田が出れなくなってると。で、だったら、今のままでいいんじゃないかっていう、連勝も続いてるし、わざわざ打順を変更してまで、サードに坂本さんを入れてね、キャッチャー、岸田選手を外して、大城選手に、してまで、することではないんじゃないかなっていう意見がすごく多いんですよね。で、それに対する僕の意見はですね、もちろん、連勝中なんで、あまり、勝ってる時、いい時っていうのは打順であったりとか、まあ、その、作戦とかもね、あまり、変えない方がベターかなっていうふうに思うんですが、やはり、安倍監督がですね、この間言ってた、坂本選手を降格させる時ですかね、言ってた、8月9月、一番しんどい時に、坂本選手の存在が必要だから、今、落とすというふうにね、言ってらっしゃったと思うんですけども、やはりそういうね、存在、だというふうにね、安倍監督の中では、思いますしね、そういうふうに思いますし、やはり、上がってきてね、すぐ打てるかって言われたら、わからないというか、難しいところはあるので、まあ、大体10試合ぐらいはね、必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、10試合、小山が言う通りに10試合出ても結果が出ない場合はどうしたらいいんだ、どうするんだっていうところだと思うんですけど、僕はだったら坂本選手は外すべきなんじゃないかなというふうに思います。まあ実際ココモンテス選手を獲得しましてね、近日中に来日、してで2軍で動きを見て、おそらく1軍に上がってくると思うんですけども、大体その目安というか、1軍に上がってくるまでが多分2週間ぐらいは僕多分かかると思うんです。やっぱり来日して、時差ボケから直して、2軍の練習をやって、で2軍の試合に出て、で多少打席数を踏んで、1軍に上がってくるという形なんで、2週間ぐらいは多分ねかかると思うんですよね。だから先ほど言った10試合っていうのは、その坂本選手がね、ココモンテス選手が1軍に上がってくるまでに、どれぐらい打席数を踏んでどれぐらい活躍できるのかっていうのが、坂本選手の今後の起用法に大きく関わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、じゃあなんで坂本選手は打てないのか、打ててないのかっていうところなんですけども、結局ね、僕なんかがね、坂本選手の打撃について語るのはちょっとおこがましいんですけども、
技術とかは正直あるんですよ。あるというかもうそんなんね、誰がどう見てもすごい選手なのは分かってるんですよ。で、じゃあ、僕がね、いつも試合見てて、ジャイアンツ戦見てて、坂本選手の打席で気になることがね、一個だけあるんですよね。で、それが、タイミングを外されてる打席が非常に多いなっていうふうに、感じるんですよ。で、バッターっていうのは基本的に、まあ例えばスイング軌道であったりとか、スイングスピードであったりとか、まあいろんなところ大事だというふうに言われてますけども、結局どんだけ完璧なスイング、強いスイングをしてもですね、タイミングが全く合ってなかったらバットにすら当たらないわけですよ。で、逆に言うとですね、タイミングさえ合ってたら、スイングがガチャガチャでもですね、まあヒットになる可能性っていうのは高いんですよね。で、そういったところで、まあ、ネット上ではですね、坂本選手の視力が衰えたんじゃないかとか、動体視力が衰えたんじゃないかとか、なんかいろいろね、言われてることありますけども、僕はあまりそういうふうには感じてなくて、どっちかっていうと、まあ打球速度か、打球速度も落ちてるみたいなことを言ってらっしゃること方もいらっしゃるんですけど、まあ実際データで見たら落ちてるのかもしれないですが、僕が見る限りではですね、結局タイミングが合ってないから強く振れないし、うん、強く振れなかったら打球速度も上がらないっていう風になってくるんで、だから結局タイミングが合ってないと思うんですよね。いや、そんなことないやろっていう風に思う方いらっしゃるかもしれないけど、よく見てください。試合とかで、バッターがね、ど真ん中のボール見送ったりするじゃないですか、普通に。あれって、まあ、例えば狙い球が外れてたりとか、タイミングが合ってないからバッターって振らないんですけども、そのことからですね、やっぱりタイミングが合ってれば、バッターってある程度強くスイングができるんですよね。逆に、タイミングが合ってないと、逆にこう強いスイングって、できにくいんですよ。まあ、やろうと思えばできるんだけども、めちゃくちゃ振ったらできるんだけども、結局、打ちに行ってるわけですから、その中でタイミングが合ってるから強く振れるんです。振れるんであって、タイミングが合って、全く合ってないのに強く振れるっていうのは、まあ結局、素振りをしてるような、形になってしまうので、まあ意味がないことはないですけども、打つという打率を上げていく、ヒットを打っていくというところに関して言ったら、まああまり効果的じゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから坂本選手を見てて、まあタイミングがあまり合ってないな、だから強く振れない、だから打球速度も上がらない、で打球速度が上がらないから、内野であったりとか外野の間を抜けていかない、ホームランにならないという、僕は連鎖だと思うので、タイミングね、タイミングだけだと思うんですよ。ほんまにタイミングだけだと思うんですよ。スイングのアークというかね、スイングアークが変わったわけでもないし、じゃあ筋力が落ちたかって言われたら僕はそういうふうに思えないので、もうタイミングだけだと思うんですよね。うん。で、坂本勇人選手っていうのは、例えば、インサイドの打ち方が、例えばこう、天下一品だとかね、日本一だとかよく言われたりしますけども、僕は、まあそれに加えてですね、タイミングの取り方っていうところ、タイミングを測り方っていうところの、ところで言うとですね、バッティングセンス、素晴らしい。多分、12球団見渡しても、これだけタイミングを合わせれる、パターンがある選手っていうのは、本当に坂本選手以外いないんじゃないかなっていうぐらい、すごいと思ってます。じゃあ何がすごいかっていうと、普通のバッターって、例えば、皆さん、例えば分かりやすいところで言うと、丸さんいるじゃないですか。丸さんって、ヒッチって言って、バットをこうやって、下げて、上げて、振っていくと思うんですけども、丸さんって、あれ以外の打ち方ってしないですよね。タイミングの取り方って。うん、普通のバッターっていうのは、一つしかタイミング、だいたい一つか二つぐらいしかタイミングの取り方ないんですよ。例えば、丸さんで言ったら、こうやって、ヒッチをして、打ちに行く。で、ピッチャーによってフォームも違うし、球の速さも違うし、持ってる球種も違うんで、自分が、同じ動き方だけども、動き出すタイミングを変えたりとか、ちょっとその、同じ動きだけども、動きをコンパクトにして、タイミングを合わせたりするっていうのは、普通なんですよ。普通の人なんですよね。ただ、坂本勇人選手はですね、足を大きく上げるタイミングの取り方もあれば、すり足で、途中からいきなりすり足で変えたりとか、ちょっと一回ステップを踏んでからもう一回足を上げたりとか、いろんなタイミングの取り方があるんですね。普通ってそれって言われてできるようなものじゃないんですよ。で結局その自分で、なんでこうしたかっていうのを言うこともできないんですよね。もうパッて見てもう体が勝手にそういう風にやってるっていう形だと思うんですけども、それって
普通からしたら、野球やってきた人からしたら、もうなんなんこれって、もうすごいなっていうレベルなんですよ。そんなん利用できんなみたいなレベルなんですよね。で、そんだけいろんな打ち方を持ってる坂本選手がですね、タイミングを、外してるっていうことは、それだけね、今調子が崩れてる証拠だと思うし、で結局なんか筋力がとか目がとか、スイングスピードがとかじゃなくて、僕は体の使い方がずれてるだけだと思うんですよね。だから筋力があったら打てるわけでもないし、逆に筋力がなかったら打てないわけでもないので、そういったところで、まあその坂本選手ね、いろいろ今試行錯誤してますけども、結局僕はタイミングだけだと思うので、タイミングがあってさえすれば強く振れるだろうし、強い打球も行くと思いますから、そこだけなんですよね。だから、これからのね、まあ、ココモンテス選手が上がってくるね、まあ2週間ぐらいだと思うんですけどもね、その間の試合っていうところ、どんだけね、坂本選手がいろんなピッチャーに対してタイミングをアジャストできている、できていくか。そこが、これからの坂本選手の打撃成績に関わってくると思いますし、今後坂本選手が代打に回るのかとか、出場して3000本を目指せるのかとか、結構ここが分岐点というか、坂本選手ね、これまですごい成績であったりとか、すごい活躍されてきましたけども、ここが結構ね、本当に坂本選手のなんて言うんだろう、選手生命を大きく揺るがす、分岐点になってきてるんじゃないかなというふうに思うので、ここをね、もう一回乗り越えて、活躍してもらいたいなというふうに思うし、まあ去年ね、あれだけ打って、来季はサードで守備の負担を少なくして、打撃成績も上げてもらいたいっていうふうにね、皆さん思ってたと思うんだけども、それがね、思ってた通りにうまくいかない。で、それだけね、去年、戦力としてね、思われてた坂本選手が、今や、スタメンを出すなとかね、坂本を出してたら、なんか打線が切れてしまうとか、ストッパーやとか言われるぐらい、その立場が変わっていくっていう、ところがね、プロ野球の難しさだと思うし、それだけレベルの高いところで皆さんね、切磋琢磨してるので、ぜひね、ファンの方もそれを分かってね、たくさんジャイアンツの選手、まあ、プロ野球選手をね、応援してあげてってください。はい、そんな感じでですね、今日はですね、坂本選手の、まあ、今後の、まあ、起用法であったりとか、じゃあなんで、打ててないのかっていうところをちょっと僕なりにね、お話していきました。まあ、僕の意見がね、合ってるか間違ってるかはちょっと分からないというかね、それは、まあ、人によると思うんですけども、でも僕がまあ、毎日ジャイアンツ戦を見てる限りですね、まあ昨年であったりとか、僕がいた時、の坂本さんと比べて、すごくなんか、崩されてる打席が多いなっていうふうに思うので、それさえなければね、まあそれさえっていうと、まあ、それが難しいんですけども、うん、タイミングさえ合わせていければね、ですね、絶対僕はまだ打てると思うし、安倍監督が言うようにですね、8月、9月、一番しんどい時に坂本さんは絶対頼りになる。うん。絶対、やってくれる男だというふうに僕思ってますんで、ぜひね、皆さんの意見も、このコメント欄で教えてください。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。